兄貴とさ、二人すげえ息合ってんね。やっぱ嫉妬しちゃったわ、俺。ああいう高いのとか揺れるのとかダメだからさ、いつも置いてきぼりでさ。つまりあなたは被害者を突き落としてはいないということでしょうか。落としてはいないです。彼女はあなたが突き飛ばして転んだわけだから、その後に差し出された手もとどめの一突きに思えちゃいますよね。ねえ、なんで？なんでお前と俺はこんなに違うの？自分が人殺しの弟になるのが嫌なだけだよ。ふざけんな！僕は元の僕の兄貴を取り戻すために自分の人生をかけて本当のことを話そうと思います。